こんにちは、東北キリタンと申します。なんか空き地があったので散策中です。空き地って割と植物荒れ放題で野草の宝庫なんですよね。散歩中に空き地見つけるとトップレベルでテンション上がります。皆さんも空き地見つけたらよく観察してみては。早速よくわからんやつを見つけました。何でしょうかこれは。少し調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ。なるほど、どうやらこれはチチコグサモドキというらしいです。チチコグサモドキは聞くか薄紅チチコグサ族。名前がいかつい割には皆さん割と見たことあるんじゃないんでしょうか。特徴はこの丸い葉っぱと白い産毛が茎や葉っぱについている点ですね。モドキと名前がついていますが、これはアメリカ産の外来種によるものです。チチコグサは在来種で、そちらはてっぺんにのみ花を咲かせます。また母コグサという野草さんもいます。春の七草の一つです。母ちゃんの方はチチコグサが黄緑っぽい花なのに対し、綺麗な黄色の花を咲かせます。チチコグサは七草になるほど優遇されてはいませんが、食えます。モドキでも食えます。キクカは大抵食えます。キクカとアブラナ科の安心感は異常なのです。でもちゃんと調べてから取りましょう。というわけで今回も少しばかり積んできちゃいました。でへへへ。今日の野草のお供はこいつです。ふるさと納税で冷凍の鮭さんを頼みました。鮭うまいし健康にいいし安いし大好き。皆さんは今年は何をふるさと納税しましたか。へえ、なかなかいいじゃん。まあ今回はサクッとホイル焼きにでもしてきます。味噌、鮭、みりん、調味料用の容器出すのがだるいのでホイルの上で合成します。手でちぎったもどきちゃんを追加。そい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 。それと干し椎茸をおもむろに一握り。レンチンの解凍した音が聞こえましたね。じゃあこいつも乗っけて、あとはくるくるっと包み込みます。フライパンにお水も入れて弱めの中火で蒸します。さてどうなるか、ワクワク。10分後、オープン。さらにオープン。ひょ、ええ香りじゃね。だしの香りがします。たまんねえ一品の完成です。分量は、こんな感じでした。では早速、いただきます。あ、普通に食えます。見た目では毛のモサモサ感はあったと思うのですが、食感は割と普通です。普通にキク科の葉っぱです。酒と鮭、椎茸の汁が染み込んでてうまい。春菊の代わりとして十分活躍します。なのでシンプルに鮭と合う、満足。ではごちそうさまでした。また今回も皆さんの野草キリタンツイートを紹介します。今週もツイートしてくださった方がいて嬉しい気持ちになりました。みんなと楽しめるのが一番ですね。まずは山下さんのツイート。冬いちご、普通のいちごと比べると本当に小さくて収穫って感じになりづらいんですよね。でもお口の中でプチュッと甘酸っぱさが広がる感じ好き。お次はボルケイノさんのツイート。はたまたもげしさん、のびるさんパーチーです。
大量に生えてるし使い勝手いいし、みんなも食おう。お次はマキさんのツイート。なんて素敵な青空とお花の写真なんだろうって思いました。少し早いクリスマスプレゼントをもらった気分です。それと野草のおかゆ、これまた体温まりそうで、写真だけでほっこりしてしまいます。シンプルで良い。というわけで、来週もみんなの野草キリタンツイート待ってます。また見に行きますね。それと前回の動画でもたくさんのコメントやマイリス広告ありがとうございました。というわけで、今回も広告してくださった方たちを紹介します。いつも嬉しいですよ、ふふふ。また何か面白いものを見つけたら皆さんに紹介しますね。待っててね。じゃあまたね。